おはようございます。2013年4月3日水曜日6時5分になりました。ということで、4月3日水曜日、ちょっとね、昨日は雨で、今日も、天気ぐずつくみたいですけれども、夜中とかね、結構風が強かったんですけれども、さていかがでしょうか。これでどうなんでしょうね、風が強かったから微妙なとこでもあるんですけど、ただ関西の方もまだ咲ききってない桜が多いので、これからこの週末に向けて満開になるんじゃないかなという感じはしますけれども、ちょっとね、気温が低くなってるんで、ひょっとしたら桜が長持ちするというか、長く咲くんじゃないかなという感じですけども、さて、今日はもうすでに切り替わってましたね。この IT メディアニュースから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。商品購入でスタンプもらえる LINE マストバイ開始、総研ビチャでモテキ大振りスタンプ獲得ということで、これは LINE ですよね。スマホをメインにしたソーシャルネットワークサービスというか、メッセージングサービスというか、それのスタンプなんですけれども、それをですね、今度総研ビチャを買うと、そこにシールがついてて、でそのシリアル番号ですね、それを入力すると、スタンプが、特別の特製のスタンプがダウンロードできるということになってるんですね。で、これ一時期携帯の着メロとかああいうのが広がりだした頃にあったように、ペットボトルのね、とこにシールがついてて、こうそこに番号があって、携帯で打ち込むとその着メロがダウンロードできるとか、あるいは壁紙とかね、ダウンロードできるみたいなのがありましたけども、あれと同じようなものなんですけども、そこまでも LINE がそれをやることがですね、このニュースになるっていう、この LINE のすごさすごさっていうのも、そんなのね、昔のそんなペットボトルのあれシールつけて着メロがダウンロードできるとかいうので、そんなのニュースってあんまりなった記憶があんまないんですけども、ただこの LINE のスタンプがもらえるよっていうだけで、それがニュースになってしまうっていうのが何なんだろうなと、私なんか逆に思ってしまったわけですよね。で、それだけこう LINE っていうのがもう、広がりつつ広がったし、で、もうそれだけその、なんていうんですかね、普通にこう LINE っていうのを言っても通じるようになってると、壁紙とか着メロ、待ち受け画面とか着メロとかっていうようなぐらいにも LINE のスタンプっていうのが通じるようになっちゃってるっていうね、それだけこう浸透してきた。で、またこういうそのリアルな商品とそのクーポンをね、配布するみたいなのがありましたけども、実際の商品を購入したら特別にそこの、スタンプがもらえるというような仕掛けをこう導入してきて、でますますそのリアルの市場ですよね、マーケットとの連携がこう強くなってくると、どんどんその LINE がまた広がるというその効果になってくるんじゃないか。でまさにその LINE のユーザーとですね、こういう今回のこういうその飲料水、ペットボトルの飲み物ですよね、そういうものとの相性というのはかなり高いと思うんで、そういうところにこう展開していくっていうのはこれからどんどん出てくるんじゃないかなという気がします。面白い現象っちゃ面白い現象ですし、で、テレビのドラマとかでも LINE を使ってるような画面とかそういうのがこう出始めてきてるんで、だんだんそういうのがもう当たり前のようにもう使われていく、その
携帯のメールが i モードとかがねこう出始めたのようにもう当然のものとしてもうあって当たり前というような状況の中でもう今度 LINE が広がってきて、さてその中でこの LINE がですね私どういう位置づけになっていくのかなというのが気になるところですね。そのスタンプだとかなんだとかそういうちょっとそのまあある意味そのものすごくカジュアルに使えるというスタイルですよね。カジュアルというかまああのお遊び系の要素の多いものがこう広がる中でですね、果たしてビジネスとかそういうものに使いたいっていう用途と果たしてそこの入り込み方がどうなっていくのかなと。で、あるいはそういうそのまあ多少おちゃらけ系のものもビジネスの中にも取り込むっていうのも当たり前にみんなが使っていくようになるのか、それとも LINE がもうちょっとそのビジネス寄りのモードみたいなものを作ってくるのか、これからその辺が分かれ目かなという感じはしますけどね。まあコンシューマー向けのサービスとしてはいいんでしょうけども、その B2B で使うその例えば社内の連絡だとかそういうものに使い始めたときに果たしてこれがどこまで通用するのかなというのが少しこうひょっとしたらこう世の中の方が変わっていくのかもしれないなという気も少ししてたりします。さて、そんなところでちょっとねこういうLINE のスタンプをプレゼントするということだけがもう記事になってしまうっていうところにちょっとねもう世の中がすごい LINE 一色になりつつあるなというのを感じてますけど、さて、そんなところで今日は水曜日ですね、4月3日の水曜日ということで、もうそろそろ桜お花見のピークに、関西の方も今週末のピークになると思いますけれども、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。